皆さんこんばんは。今週も始まりました、森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあじゃあじゃあ、はい、先週はね、うん、アイドルって大変だなっていうようなお話をちょっと聞かせていただいて、はい、まあ、もちろん大変なのはね、うん、そうなんだろうとは思っていましたが、うんうん、なかなか、狭き門というか、そうですね、裏話も入ってからも大変だなということが分かったんですが、はい、大事な話を先週聞けませんでしたので、今週は必ず聞きたいと思いますゲストのご紹介をお願いいたします。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介します。コーヒーブレンドポポコーヒープロデューサーの名取若菜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、よろしくお願いします。先週は AKB 時代の話をずっと聞いていたら、はい、放送時間が終わってしまうという、はい、本当はこのフォフォコーヒーという話を聞かなきゃいけませんので、はい、コーヒーの話をね、はい、名取さんこの AKB 卒業するということになるんですけども、はい、これ卒業をまず AKB ね、はい、まあ、入ってAKB という肩書きをゲットして、はいはい、そして辞めるわけですが、この卒業ってな、きっかけは何なんですか？もともと二十歳ぐらいまでにしようっていうのを決めていたので、うんうん、でその後に、まあ、違うことをしようっていうのが あったので、はい、まあ、二十歳までっていうのを決めて報告して、はい、で卒業しますっていうふうに。もう当初の予定というか自分の人生設計の中でね、そうですね、セカンドキャリアをっていうことで、はい、で辞めて、はい、さあどうしようっていうね、そうなんですよ、ことですよね。普通もう最初は何が自分にとって好きなものなのか、うん、もう AKB で活動する前も子役として活動してきたので、はい、もう芸能界っていうことしか知らなくって、はい、全然アルバイトもしたことなければ、もう社会人としての経験が全くなく二十歳になってしまったっていうので、うんうんうん、まあ、自分自身ももう焦りというか、うんうんうん、まあ、このままどうしようっていうふうに思ってたので、はい、で、まあ、いろいろ自分の中で好きなものをやりたいことっていうのを書き出してみて、うん、はいはい、でその結果コーヒーをやってみたいっていう風にほうなって、まあ、毎日飲んでたりとか、うん、まあ、母の影響で母がすごくコーヒー好きなので、うん、母も喜んでくれるかなとか、ほうほうほう、そういうことも考えつつでコーヒーをやってみようって思ったんですけど、はい、あのど素人なのでまずどこから始めたらいいんだろう、コーヒーってどうやってブレンドしてるんだろう、そうよねもうどういう経路で日本に入ってきて、うんうんうん、どうやって手に入れたらいいんだろうっていうのも何も分からなかったので、はい、本屋さんでコーヒーの教科書みたいなの買い漁ってもう片っ端からこう見ていって、うん、っていう中であのコーヒーの大きい展示会みたいなイベントがあるんですよ。で SCAJ っていう大きいイベントがあるんですけど、はい、それを知って見学しに行って、はいはい、でそこに出店されてる会社の方に、はい、あの私はすごい素人で何もわからないんですけどコーヒーのブレンドを作りたいです、うんうんうん、その方法を教えてくださいって言って、はい、2社3社の方ぐらいに来ていいよって言ってくださってお話を聞かせていただいて、いろいろ教えていただいたっていう形で、うんうんうん、なるほど、はい、でそのコーヒー、まあね、そのお母さんも好きだったし、うん、はい、じゃコーヒーやってみようということで、はい、そうやって一から勉強をして勉強していくわけですけども、はい、このフォフォコーヒーという、はい、まあ、ブランドですよね、いくのね、はい、これはなぜフォフォってどういう意味なんですか？フォフォっていうのはあのブラジル語で、かわい、ポルトガル語なんですけど、うんうんうん、あのかわいいっていう意味がたくさんある、ほうほう、そのかわいいっていうことに対しての言葉がたくさんある国みたい でその中で赤ちゃんとかに対するこう愛おしさを表現するのがフォフォっていう感じ、うん、そういう言葉があるっていうのを調べて気づいて、ほうほうほう、で私はそのブランドのコンセプトとして、うん、愛おしいと思う瞬間を一杯のコーヒーからっていう風に最初につけたので、うん、その愛おしいということに関連付けたくって調べて、はい、フォフォにたどり着いたっていう形ですね。でこれをまあブレンドをこれでこのフォフォコーヒーブランドでこのブレンドコーヒーを作っていくということでございますけど、はい、最初に完成したのがこの2種類ですか？はい、微笑みブレンドと、あ、そうです、人行きブレンドですね。人行きブレンドですね、はい、これどういったブレンドになるんですか？微笑みブレンドはどんな味ですか？微笑みブレンドは、まあ、分かりやすく、あ、
微笑みブレンドはそうですね、華やかな形ですね、うんうん、華やかな、まあ朝に飲んでいただきたいみたいなブレンド、うん、香りがなんかふわっとしてくる、はい、いい香りがすごいするような感じですか、はい、うんうんうん、そういう感じでをイメージして、はい、まあパッケージにも女性が書いてあるんですけど、はいはい、まあ、女性をイメージしたコーヒーといいますか、なるほど、ちょっと華やかさの強いコーヒーを作りました、うん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 、今どこで買えるの？今はずっと EC で販売していたんですけど、うん、はい、でも一度やめてしまって、うん、イベントだけを今やってますね。じゃあそういう販売のイベントが時々開催されて、はい、コーヒーをこう飲んでいただけるイベントを開催してます。なるほど、ホコーヒーでチェックすると出てくる時だけ、私 の, あの SNS で、ね、見て、はい、見ていただければ、うん、なんとにわかなちゃんのじゃあ、はい、ツイッターなり、インスタグラムなり、はい、あ、でこのその微笑みブレンドがそういう華やかな、そして朝をイメージした、うん、そんなんですが、ひと息ブレンドという方は、ひと息は、まあ、パッケージが男性なんですけど、はいはい、もう少し重め、うん、ちょっとしっかりめなブレンドで、うん、っていうイメージで作りました。はい、飲んでひと息を作る、はい、もうほっとひと息っていう形ですね。これでもコーヒーも奥深いじゃないですか、本当豆の種類も多いし、はい、それこそ酸味のあるもの、はい、苦味の強いもの、香りの強いもの、いろんなこともあるとは思う、はい、しかもそのローストの仕方というかね、はい、でまたそれも味が変わってくるというところでしょうけども、まあ、そういうこと、まあ、いろいろ勉強して、はい、こうやってブレンドを作って、うん、さらにここからまたそのブレンドの種類が増えていったりとかもするんでしょうけども、はい、そうですね、はい、これそのイベントになったらいっぱいいっぱいこう入れてもらえるってことですか、その飲めるの、はい、私が入れたりとか、はい、あとは焙煎機がある場所でやるときは前日に私が焙煎したものを提供させていただいたりとかします、はい、ますね、はい、あ、なるほど、じゃあお話もしながら、はい、そしてコーヒーを飲めるということでございますけど、はい、そう、産地もねめちゃくちゃいろいろありますから、うん、はい、あと私あの親戚が喫茶店やってますんで、うん、六本木通りで、そうなんですね、はい、六本木通りでやってるんですけど、すごいところで、なんですかね、昔の布の、あ、ネルドリップ、はい、布のやつなんですよ、すっげー昔やるじゃないですか、はい、そんなんでやってる、素敵ですね、ですけど、はい、はい、だからなんか、あ、コーヒーって大変やろなみたいな、その店主以外入れさせてもらえないみたいな、あ、別に入れさせてよみたいな、あかんみたいな、昭和のコーヒーやな、で、なんかもうビーカーっていうんですか、科学の実験で使うようなやつ で全部あの温度も測って全部入れてはるから、うん、すごいコーヒーって大変なんやなと思いながら、温度の違いとか入れ方の速度の違いで、はい、同じ豆を使っても結構味が変わったりとかするので、あのドラマで見たんですけど、はい、あのガリガリこう、あ、はい、合わせるじゃないですか、はい、あの、ま、豆をこう引くやつ、うんうん、あれってあのイライラしてる人がやるとそういう味、落ち着いてる人がやるとそういう味で、味はこうやってその人によって変わるんだよみたいなことを見たんです。本当なのかなと思って、ちょっとその知識はなかったですドラマやからかもしれないですよ、ね、サイエンティストとしては、あ、どうですか影響、まあ、でも早くやると多分粗いとかってこと、粗いくなるんじゃない、はいや逆かな、遅いとはなくなるんじゃない、むしろ早いと、そうですね、早いと、イライラしてると細かくないから、細かく引くと苦味が出るのでだからかもしれないです、細かく引くか、ガリガリガリってやって苦いコーヒーができるのと、ゆっくり引いて、まあ、甘みが出るコーヒーが出るのと、コーヒーはだから人間性だって言って、そう、うちの親戚とかもそれよく言ってて、ね、人によって全然違うから、やっぱ焦ってるとか気の短いやつはやっぱ落とし方も、うん、あ、そうやって落とすし、確かに待てないね、そうですね、すぐそうですね、でも結局そこにさ、ミルク入れるから全然関係ないって自分で思うんだけどね、僕とかもコーヒー絶対ブラックで飲むんで、うん、はい、だからまあ僕も全然よく分かってないんですけど、僕はあの酸味があんまりないやつが好きで、選べるときはもう基本的には酸味の少ないやつくださいって言って選ぶんですけど、そう、そうなんだ、いろんなところでコーヒーも 飲んだりして研究されて、そうですね、はい、ということでございますよね。で今後ですけど、はい、今まあそのセカンドねキャリアって話もありましたけども、はい、このポポコーヒーどうやっていくかっていうのもありますし、はい、そのナトビさんの今後自分の人生がどういうね、ここからのキャリアをしていくみたいな、その展望みたいな、はい、そういうのあるんでしょうか。
私はコーヒー自体は今イベントのみになってしまってるので、まあ、EC 販売だったり復活させたいっていうのと、まあ、ゆくゆくはお店を持ちたいなっていう、もうでそこで飲めるよっていうお店でもいいんですけど、もう完全に私だけのお店ではなく、ここに行ったら飲めますよっていうその店舗に置いていただけるぐらいでもいいんですけど、そうやってちょこちょこ増やしていきたいなっていう気持ちがあるのと、もう私自身今年からタレント業にも少しずつ復帰してきたので、まあ今後はそのアイドル時代とはまた違う MC だったりとか、もうサポートする側のお仕事をやっていけたらいいなっていうふうに思っています。あの女優業とかもしないんですか？女優さんはちょっと、もうやだ、やりすぎた、ちっちゃい時からやりすぎていやもう一度っていうのはちょっと大変だから、もうすごいなって思います。歌はどうなんですか？歌は好きなので、はい、歌える環境があるのであれば歌いたいなって思うんですけど、もう女優さんの体力のね大変さたるやっていう、台本を覚えなきゃいけない、はい、稽古やらなきゃいけない、はい、ドラマだったらドラマでねまた大変ですし、はい、とかじゃあ今後はだから、ね、表に出るとしたらまあ MC 業であったり、はい、なんかイベントに出てきてっていう感じが多くなりそうということでございますけども、はい、はい、でこのフォフォコーヒーは今現状はそのイベントと、はい、ネットだと、はい、もうあれですか、調べたらどうにかして買えないんですか？EC が今一旦終わってしまってるので、はい、近々再開予定なので、はい、このベースになったアンドアイドルプロジェクトそういうのもともとあるんですか？はい、これそれは、私の同級生のもともとアイドリングっていうグループ、伊藤さんだよね。あ、さあ、ゆうな伊藤さん、ときめきだよね、会社ね。あ、そうです、はい、そうですが、起業、その本当に高校の同級生で同じクラス、うん、そうなんですね。で、高校時代あの学校行って帰り道、うん、ガストとか、はいはい、そういうのに行って、はい、セカンドキャリアについて話したりして、はいはい、どう考えてるみたいな、はい、今後どうしていこうかみたいな、私たちは、うん、まあ、そんなにアイドル長くできるわけではないから自分たちで構築していかないといけないよねっていう話を話してて、すげえ、その中ですごい同級生ユーナーがあのプロジェクトやりますっていうので、あの一緒にセカンドキャリアをもともとタレントだった人がやり始めたのの走りみたいな感じですね、伊藤さん。はい、はい、現在はプロ野球選手のお嫁さんですね。はい、奥様をやられてます。元ジャイアンツの今ヤクルトの選手です。はい、そう、まさかの同級生。そうなんです。あ、そういうのもあって余計セカンドキャリアの意識がやっぱ高かったっていうのはあるかもしれないですね。はい、そうですね。なのできっと今後そのコーヒーのイベントとかも増えていきますし、はい、そうですね、ずっと追いかけといても、名取さんのこと追いかけとけば、はい、今また EC のね、はい、販売のサイトとかもまたこう復活したりして、はい、ネットでも全国各地、世界各地から買っていただけるようになると思いますので、はい、ぜひずっとチェックしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。この後僕らもコーヒーいただきましょう。はい、せっかくですから。持ってきたので。ありがとうございます。はい、ぜひ飲んでください。ぜひみんなでいただきたいと思います。はい、今後の活躍もさらに、ね、期待しております。はい、ということで、2週にわたって来ていただきましたが、そろそろお別れのお時間でございます。はい、最後に1曲、曲紹介をしてお別れしたいと思います。はい、私の AKB の中で一番の勇気をもらえる曲を、かけたいと思います。それでは聴いてください。AKB48 で僕の太陽。